4月22日日曜日、唐洲町にある私立公開中学校を会場に、ふれあいの香り2012渚のフェスティバルが開催されました。ふれあいの香り2012渚のフェスティバルは、観光資源の PR と市民の交流の促進などを目的に、毎年唐洲地域で行われる恒例の行事です。当日はあいにくの空模様となり、海岸イベントの潮干狩りと海岸清掃は中止となりましたが、およそ1500人の来場客でにぎわいました。開会式ではまず、松島直和実行委員長が、あいにくの天気で公開中学校に会場を移しての開催となりましたが、多くの方にご来場いただきありがとうございますと歓迎の挨拶を述べました。続いて前橋長が、これからも唐洲地域の観光振興や地域振興の PR に努めてまいります。皆様には今日一日ゆっくりお楽しみいただきながら、ふれあいの香りを満喫してくださいと挨拶し、21回目を迎えるイベントが始まりました。開会式に続き、体育館のステージでは様々なイベントが行われ、小中学校の児童生徒も参加した大正ごとの演奏、よさこいチームによるあのつよさこい、太鼓演奏や大道芸人によるパフォーマンスショーなどが披露され、終日会場を盛り上げていました。その他、唐洲地域の伝統行事である市指定無形民族文化財沖引き行事の紹介コーナー、防災啓発コーナーやユニバーサルデザインコーナーなど、会場にはたくさんのブースがあり、親子連れなどが楽しんでいました。また屋外では海の幸をはじめとする地元唐洲の特産品のほか、合併前から交流を続けている東白川村の特産品販売コーナーなど、たくさんのテントが軒を連ね、訪れた人は買い物や食事を楽しんでいました。中でもあさり貝汁振る舞いコーナーには多くの人が詰めかけ、来場者は温かな貝汁に舌鼓を打ち、用意した1200人分の貝汁はあっという間になくなっていました。やっぱりこういう貝汁とか、そういう海のものが売ってたり食べられたりするところがいいですね。貝汁美味しかった。やっぱり貝汁が美味しかった。事務局を担当する唐洲総合支所地域振興課は、イベントを通して風光明媚な唐洲海岸など、唐洲の良さを広く発信するとともに、市民の皆さんと恵まれた観光資源の保全や育成に努めていきたいと思いますと話していました。